第2試合北条高校対ビール学園高校の試合、まもなく開始でございます。まず守ります。甲子園球場、よっくん、互いにここまで勝ち抜いてきた両校、ビールくん、努力の量が運の量ではなく、ラックくん、どちらに勝利の女神が微笑む、実況は古谷徹、ワールド、解説には加藤誠三さんをお迎えしてお送りします。甲子園大会準決勝、さあ試合開始です。大久保くん、ライト、伊垣くん、1番センター阿部くん。
ツーアウト。ワンランナーありません。うまく攻めたいですね。早いタイミングでありたいな。そうですね。投げました。カウントワンエンド。投げました。追い込みました。カウントツーストライクワン。打ちました。さあどう出るか。何の攻撃もありえるだろう。なるほど。これはファールで。カウントツーストライクノー。はい。落ち着いて処理します。ランナー残塁。2回の裏終了いたしまして、両者無得点。ビビッチャー高木君。ラストバッターからの攻撃で、バッター食事制限をして今日に備えてきたそうです。どう攻めますか。これはファールで。やりました。スマッ。ショート深いところ。アウト。1番センター阿部君。ランナーありません。バッター前の打席では内野ゴロに倒れて。タイムリーツーベース。1点追加。痛い。さあ、高く上がります。浜風は浮かせませんか。ショート高いところ。さあ。5番ショート。ツーアウト。カキエ君。さあどうでしょう。初球打ち。ショート深いところ。さあ。落ち着いて処理します。ランナー残塁。3回の表。終了いたしまして。2点差です。イリル君8番からバッテリーコンビだと伺っております。うまく攻めたいですね。早いタイミングで当てたいな。どう出るか。アウト。早めに追い込んでいきます。9番ビビッターヨガ君。ランナーありません。バッター昨日は緊張してほとんど眠れなかったそうで、ここはどう攻めますか。思い切って引っ張ってくるだろうな。なるほど、追い込みました。カウント2ストライク1。打ちます。アウト。アウト。1番レフト。イーイ君。ここはどうせ、はい、思い切って引っ張ってくるだろうな。さあ、はい、早め早めに追い込んでいきます。カウント2ストライク1。打ちました。はい、よくさばきました。アウト。三者凡退。3回の10番線に突入です。この回6番からで、バッター前の打席では2塁打を放ちました。1塁へ送球。7番ライト林君。1塁、ここはランナー足があります。落ちるかいな。さあカウントワンストライク、ハーフ。切れました。ファー、はい、バッター見逃しの三振。ワンアウト。はい、この場面、ここは送っていきたいな。大事なランナーですからね。カウントワンエンド。はい、空振り。タイミングが合います。追い込みました。外れた方。カウントツーエンドツ。うまい具合に狙いで狙っていきます。9番ビビッチャー高木君。どうでしょうね。ストライクノーボール。バッター手が出ません。1番の三振センター阿部君。ツーアウト。1-2。どうでしょうね。ヘッドランには気をつけたいね。見逃してボール。カウントワンエンド。
みました。カウント2ストライク1、はい、バッター手が出ません。見逃しの三振。絶好のチャンスを逃してしまいました。4回の終わりまして2番2点差です。この回は2番からの高打順でバッター前の打順では調子が出ませんで、3連戦早め早めに追い込んでいきます。カウント2ストライク1、打ちました。ショート深いところ、アウト。3番ファースト中村君、ランナーありません。バッター前の打席では内野ゴロに倒れていく。3年生と見逃してストライク。カウント1エンド、投げました。追い込みました。カウント2ストライク、打ちました。二遊間抜けます。二塁、一塁、センター前に4番センター奥くん、1、はい、ここは送っていきたいな。投げながらですかね。一塁線抜けた。ライト前ヒット。5番ショート、チャンス山入くん、1、2、どうでしょう、はい、エンドランには気をつけたい。一塁牽制、回の裏2番終了いたしまして、よりだくん2点差で、この回2番からの高打順でバッター前の打席では1塁で送球。3番セカンド岡本くん、バッター前の打席では2塁打を放ちます。3年生カウントノーストライク1ボ、打ちました。1塁、4番レフト栗山くん、ランナーありません。うまく攻めたいですね。早いタイミングで当てたいな。どう出るか、投げました、はい、早め早めに追い込んでいきます。カウント2ストライクノーボ、はい、バッター手が出ません。見逃しの三振。三者凡退。5回の表終わりました。2点差で6番7回和田くん、バッター前の打席では放ちました。今年2年生で打ちました。アウト、アウト。7番セカンド加藤くん、バッター前の打席では内野ゴロに倒れている。3年生カウントワンストライクノーボール、打ちました。三塁線抜けた。フェア、レフト前ヒット。8番キャッチャー入りまくん、一塁牽制、はい、空振り。カウントワンストライク、はい、カウントツーストライクノーボール、スマッ、はい、ここはうまく打たせて取りました。絶好のチャンスを逃してしまいました。ここまでご覧になっていかがですか。ショート少しだけ力の差が見られるようだが、まだまだどうなるかわからない。6番ファースト翔くん、ショート深いところ、さあワンアウト、ランナーありません。バッターういういしい若さが感じられます。この場面ファウル、切れました。ファウル、カウントワンエンド、投げました、打ちました。一塁へ送球。7番ライト萩谷君、さあどうでしょう。キャッチャー、ランナー二塁ですが、走らせても面白い。どう出るか。カウントノーストライク1、はい、空振り、タイミングが合います。カウント1エンド、はい、追い込みました。ランナー二塁ですが、走らせても面白いだろう。
後落ち着いて処理します。ランナー残塁。6回の表終わりまして2点差です。1番レフトトップバッターからの攻撃です。今井君バッター前の打席では内野ゴロに倒れています。3年生打ちました。大きいレフトバックアウト取りました。2塁へ返し2番ライト今井君ランナーありません。バッター前の打席では内野ゴロに倒れて3年生打ちました。一塁へ送球アウト。3番ファースト中村君ランナーありません。ここはどう攻めてくるでしょう。リングを遅らせて直してくるだろう。切れました。ファースト打ちました。大きいライト下がった。ライトスタンドに入りました。2対1、今井ワンアウト。
ッチャー交代です。投げました。はい。カウント、ワンストライク、ノーボール。投げました。アウト。消えました。ファウル。カウント、ツーストライク、ノーボール。はい。空振り三振。2番、ライト。アウト。イーダー・キー君。ツーアウト。ランナーありません。この場を流していきたいな。はい。カウントワンエンド投げました。さあここに上がるとフェアどうだ。二塁へ送球。レフト前3番ファースト一塁ラクラク。さあどうでしょう。まっすぐに、はい、なるほど。カウントワンストライクノーボール。スマッ、はい、ここはうまく打たせて取りました。白熱の試合が展開しています。終わりました。4番レフト3点差です。テーマ君、はい、4番からで、ピッチャー加藤君に変わりまして、大久保君。さあピッチャー交代です。投げました。スマッ、一塁へ送球。5番ショート垣根君。ランナーありません。バッター前の打席では内野ゴロに倒れて初球打ち。フェア。三塁線抜けた。フェア。一塁レフト前ヒット。6番ファースト勝利君。大きいのはいりません。はい、行きたいな。大事なランナーですからね。ワンストライクノーボール。カウントワンエンド。六四ファイト。ダブルプレー。よし。ここはうまく打たせて取りました。絶好のチャンスを逃してしまいました。八回の表終了いたしまして、3点差です。この回四番からで、バッター前の打席では見事なホームランを打ちました。今年2年生で。さあ。上がるとどうだ。ライト前ヒット。5番ショート山井君。ここはランナー足があります。送りアウト。一塁きっちりと送っていきます。6番サード二和田君。大きいのはいりません。はい、行きたいな。大事なランナーですからね。アウト。ワンストライクノーボール。消えました。ファール。よくさばきました。7番セカンド加藤君。さあどうでしょう。まっすぐ返してくる。フェア。はい、落ち着いて処理します。絶好のチャンスを逃してしまいました。8回の裏終了いたしまして、7番ライト最終回です。林君。9回表この回点が取れなければ本当に全てが終わってしまいます。初球打ち二遊間抜けます。キャッチャー1番アーキー君。1塁走らせます。そうすべきだ。はい、カウントワンストライクノーボール。はい、空振り。タイミングが合います。カウントツーストライクノーボール。はい、バッター手が出ません。9番ピッチャーヤルハザー君。ここはどう攻めてくるか。ただいまから BLQ 高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。